はい、MOS レディオ始まりました。前回に引き続きですね、グローカルマーケティングさんからですね、大沢さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。先ほどはですね、前回はですね、非常に興味深かったというか、僕自身もこう教えをいただいてですね、取り組みしていたプレスリリースについてお話しさせていただいたんですけれども、後半はですね、大沢さんが、学生の時ね、どんな学生でどういう思いでグローカルマーケティングさんにご入社されたとか、そういうきっかけですねの部分で、先ほども言ったんですけど、すごくバイタリティあふれるですね、働く女性としての魅力というのがたくさんあるので、その辺の動機というかきっかけみたいなところをお話し聞きたいなというところと、我々も参加させてもらったときっこクラブの、子育て応援フェア、この魅力についてちょっとお伺いしようかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。学生の時はどちらにいらっしゃったんですか？私は大学は新潟市の東区にある新潟県立大学の国際地域学部に所属して、いえいえいえ、もう好きなことばっかりやってました。なかなか入るの難しいですよね。さっきも分かって、そうですね、後輩たちが優秀なので。私は3期生だったんですけど、はいはい、高校県単から県立になって3期、ね、はいはいはい、県立大学になって3期生で、はい、高校入学した時に新潟県立大学ができるっていうのを見て、はいはい、もう絶対ここに入りたいっていうので準備を進めて推薦で入ったので、その、うんうん、皆さんのようなそのレベルの高いセンターを受けていないっていう、学内の、ね、成績が良かったと。あ、そうなんですね、はい、国際とつくからにはやっぱ国際交流が多いような学校だったんですか？そうですね、新潟と、うん、世界をつなぐ、うん、人材を育てるっていうのが、はい、大学としても打ち出していたんですけれども、はい、私は国際ボランティアサークルニコルブというのを、はい、リーダーをしていて、メンバーは総勢で、100人ぐらいいたんですけど、毎回興味あるイベントにピンポイントで出る人も、そうですね、出てる人もいるっていう形で、9人って相当ですよ。そうですね。で、毎年スタディーツアーっていうのを企画して、タイとかインドとかカンボジアとかにみんなでちょっと、勉強して、光も影も両方見ようということで行ったりしてました。バイタリティの源泉はもうその頃からありますね。そうですね、すごいアクティブに動いてらっしゃったね。そこから今のこう会社様にこう、はい、ご入社されるきっかけとか思いって何かあったらちょっと教えてほしいんですけど、うん、そうですね、もともと私就職活動の時に自分は何をしたいのかとか、何で貢献できるのかとか全く分からなくなってしまって、大学生の時は興味があることにひたすらこう参加していて、自分の興味関心や視野を広げてたんですけど、それは全部点だったんですね。どこに向かっていったらいいのかっていうのが分からなくて、ずっと悩んでテスト期間中に泣くっていう、もうそれぐらいなんかどうしようって悩んでたんですけど、私どうしたらいいのか。そうなんです、そうなんです。その時になんかすごい思い悩んでます。そうですね、なんか就職することがゴールじゃないなってことにようやく気づいて、むしろスタートですね。そうですね、やっぱ人生長く考えた時に、どんなこう終わり方というか、どんな死に方、どんな生き方がしたいのかっていうのを考えるようになりまして、で私は自分の、9人家族で育ったんですけど、家族が大好きで、はい、ご兄弟が何人とかですか？自分兄弟が4人ですね。4人兄弟と祖父、祖母、あと祖母、祖母2世帯、はい、ああそうそうそう、ね、ひいおばあちゃんまでいらっしゃったんですね。そうですね、104歳まで元気に生きたんですけど、すごく自分の家族が大好きだったんで、自分の家族が大好きだって、自信を持って言えるというか、そういうふるさとを作っていきたいな、そういう家庭を自分自身も持ちたいなっていうのが、最終的なゴールで生まれまして、いろんな家庭のスタイルがいいと、あっていいと思うんですけど、でもやっぱせっかく生まれた家の、メンバーというか家族を大好きだって思ってほしいっていうのが強くて、でどうしたらそう好きになれるのかっていうのを考えた時に、自分は幼少期の思い出がたくさんあるっていうことに気づいたんですね。
やっぱり年齢重ねると大学で家を出たりとか、うん、おじいちゃんおばあちゃんは年を取って今までのように元気に動けなかったりとか、うん、家族みんながこう幸せに暮らせる時間って本当に限られてたんだな。でもその時に ねそうですよね、これわかります、うん、思い出がいっぱいあったからこそふるさとに残りたいとか、うん、家族が大好きだって思えるんじゃないかなっていうのが、まあ、その時の答え、はいはい、だったんですね。テスト中泣きながらそこにテストの期間中です、ね、中あの友達にあの泣いてないで勉強しろってすごい言われたんですけどそんなことより私はどうしたらいいのみたいなもうなんか意味のわからないさんの勉強の現実逃避とも思えるようなそう言われましたね、よく周りにあでもまあそういう人生大事なタイムで岐路になる前にそういう思い悩んで、はいはい、まあ、そういうことに、人生の目的を見出してきたということですね。そうですね。で、そこと就職というのはどうつながっていくんですか？はい、そうですね。で、やっぱり私ぐらいに大学生になってから過去に、うん、幼少期に戻りたいって言っても戻ることはできないので、子どもたちがそういったことに気づくことができる前に、私が小さい子どもたちと家族がたくさんの思い出を作るきっかけを作れたら、うん、いずれ私の夢が叶うんじゃないかという答えにたどり着きまして、でトキッククラブを通していろんな、まあ、イベントを開いてそこで家族の思い出を作ったり、まあ、協賛店舗を自分が獲得することで、そのお店に訪れた家族も何かまた一つ思い出が増えたり、まあ、そういったきっかけ作りができたらなと思って今の会社に入社しました。じゃあ、まあ、グローカルさんという会社さんを知る中で、存在したトキッククラブというところに今点がつながっていった感じなんですかね。そうですね。多いのね。はい。あ、なるほど。もともとなんか専門的に学んでいたわけでもなくて、うん、ただいろんなことに興味があって、うん、でいろんな周りの素晴らしい方とのご縁があって、うん、なので人と人を、まあ、つないだりとか、何かその相手の人生の中でちょっと登場して、ちょっとなんかいいシーンができるじゃないですけど、つなぐね、やっぱ橋渡し役、まあ、きっかけができたらいいね。今まさにそれを体現するような動きを、じゃあ先ほどのね前半でお話しした部分とつながってくることってやっぱありますね。ありがとうございます。マーケターとしてやっていこうとか、そういう具体性よりもやっぱりその人生の目的ってところと、トキコの存在と会社さんへのっていうのがつながった感じなんですね。そうですね。特にグローカルマーケティングの名前にマーケティングってありますけど、入社するときマーケティングなんてこれっぽっちも興味なくって、そうなんですね私はトキコがやりたいんですって言って面接受けたんですけど、まあ、その中でマーケティングの楽しさも学ばせていただいて、ね、うん、今は重点がちょっとそっちに動いたっていう、ね、センスなり、ね、適性というのもあるでしょうし、その思いの強さという部分もね、ただきっと社長さんにも届いたんでしょうね、はい、そうですか。それで、じゃあ今トキコのお話が出たって、はい、まあ、トキコでその年2回、新潟産業振興センターと長岡の場合はハイブ長岡で、はい、開催なさってました、はい、子育て応援フェア、我々もまあ参加させていただいたんですけども、すごくまあ有意義で、今年は1万8000人でしたっけ、長岡の方は、はい、新潟は2万人近くですね、まあ、ものすごい集客する中での、各社ですね、いろんなブースを出してという、家族連れでですね、小さなお子さんからですね、お父さんお母さん来られて、まあ、賑やかに、イベントなんですけれども、やってみて、苦労というか実感したこととかあればちょっと教えてもらいたいなと思うんですけど。ありがとうございます。トキッコ子育て応援フェアという名前で全て社員で、まあ、企画しているんですけれども、やっぱり、まあ、そうですね、やりがいっていう部分では子育て家庭の皆さんと企業さんがもう直接お会いして交流をしていただけるので、うん、やっぱり、まあ、そこで出店者さんの笑顔も参加者の方の笑顔も両方見れるっていうのが一番のやりがいですね。今回皆様には、介護のお仕事体験ということでブースを出していただいたんですけど、うんうん、はい、やっぱ子どもたち その介護に対するイメージであったりとか、うんうん、将来こんなことを仕事してみたいっていうようなこう夢を生むきっかけだったりとか、うん、そういった場にもつながると思いますし、うん、そこの場を
運営してくださっている、うん、出展してくださったスタッフさんたちもすごく生き生きされていらっしゃって、そうなんですよね。いやもう大人の文化祭ですよちょっと懐かしいというかね、はいはい、あのなんか活気っていうのをなかなかね、うん、簡単に作れないじゃないですか、うん、まあ、その中に参加させてもらうっていうことの楽しさっていうのをやっぱ感じますよね、はいはい、すごく熱意ある企業さんが出てくださるので、そういう方たちを多くの来場者の方に知っていただくっていうこと、そしてつながっていただくっていうことで、ファンになってもらうっていう、まあ、これがみんなでこう作り上げられたらすごく素敵だなといつも思いながら、はい、あのやっぱりですね、もうこう終始ですね、人と人とをつなぐとか、笑顔と笑顔をつなぐ、もう大沢さんはもうまさにこう学生の頃からもう自分の人生の宿命のような形で橋渡して人と人との幸せをつなぐというところにですね、まあ、非常に磨きをかけてこういうふうにですね活動されているというところで、まあその魅力はそういうところからこうやっぱ生み出されてくるんだろうなと思った感じですね。ありがとうございます。あのやっぱり大沢さんのようにあれですかね、後にこうドッキッコのそのイベントを通して入社したいんだみたいな新卒の方も大勢いらっしゃるんですか？そうですね、うん、やっぱりあの当日のボランティアで参加してくださる学生さんだったりとか、まあ、内定者の人も、はい、そのイベントに参加して、まあ、すごくやりがいがあるから入りたいというふうに応募してくれる方もいらっしゃいますし、結構ダイレクトに届きますよね。そうですね、関心がちょっとあった人があそこに足を運んでね、はいはい、実践すればママさんが、はい、あの子供が大きくなった後にトキッコクラブの、はい、あの事務局になりたいっていう風に応募してくださったりとか、アパートさんとか、そうですね、 ありましたね。なるほどね。いや本当僕は今聞かせてもらっただけでもいろんな取り組みをなさってるなという部分だったんですけど、はい、僕ちょっとこれを聞いてくださってる方に何かメッセージがあれば最終的な部分にちょっと聞かせていただければなと思うんですけど、はい、ありがとうございます。今が一番楽しいっていうのがあの自分の中のモットーで日々仕事をしてるんですけど、まあ、正直去年1年間とかも苦しすぎてもう仕事辞めちゃおうかなぐらいに思ったことももちろんあって、オーバーワーク、そうですね、もう自分は何のためにこの仕事してるんだろうっていうのがやっぱあの悩む時期って絶対あって、うん、でもそこで逃げずにしっかり向き合って、うん、こんなことやりたいっていうのをしっかり声に出せば、うん、それを応援してくれてる環境があるんだっていうことに最近やっぱ気づくことができたので、なるほど、ね、あの仕事してればあの私も本当にもうやめたいなって思うことも出てくるんですけど、でもその先にやりがいとかやっぱ自分が働く意味っていうのが見つけられると楽しさが出てくるので、うん、もし同世代でそういう方がいたらあのこの話をぜひ思い出してください。あ、まあ、私もね大いに応援してる人の一人だと思う、思いますというか、まあ、本当にですねすごい刺激をいただいて、あの今のお話を聞かせていただいた中でも大いに魅力をやっぱ感じるところだったので、まあ、これからもぜひですねいろいろ付き合いさせていただければなと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、週にわたってお送りいたしました MOSO レディオ、まあ、これで、終了をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。 MOSO レディオ。